アクオスフォン WX106SH を新規購入した場合やオールリセットした場合に初期設定が必要です。購入時初期設定をショップ側が行う場合もありますが、ここではユーザー自身で行う手順を紹介します。では本体の左側面にある電源ボタンを長押しして電源を入れてください。起動するまでにいくつかの画面が表示されます。最後にウェルカムシートの使い方画面が表示されます。右上の利用するをタップします。次にウェルカムシートが表示されますので、鍵のアイコンを下にクリックします。続いて電池カバーの確認画面が表示されますので、カバーを確認して OK をタップします。次に初期設定画面が表示されます。この初期設定画面で設定する項目は7つあります。プロフィール設定、画質モード設定、 Google アカウント、位置情報、 Wi-Fi 設定、ソフトバンク Wi-Fi スポット、そして使い方ガイドの常時表示設定です。では初期設定を始めますので、次へをタップします。このプロフィール設定で詳細項目を設定するには、プロフィール設定へをタップします。姓名はもちろん、追加したい電話番号やメールアドレスなど自分のプロフィールを設定できますが、しなくても OK です。ここではこのまま次へをタップします。今度は画質モード設定です。設定するには画質モード設定へをタップします。好みの画質モードを4つから選ぶことができます。ここでは初期設定のダイナミックのままで OK ですので、戻るをタップし、次へをタップします。次は Google アカウントの設定です。設定するには Google アカウント設定へをタップします。すでに Google アカウントを取得している場合は、既存のアカウントをタップします。別に取得したり、初めての方は新しいアカウントをタップして、新規に Google アカウントを取得してください。ここでは取得済みとして進めますので、既存のアカウントをタップします。この時入力方式の切り替え方画面が表示されます。ここでは以後表示しないをチェックして、閉じるをタップして、この画面を消しておきます。このログイン画面で取得済みのメールとパスワードを入力します。メールアドレスはアットマーク前までを入力すれば OK です。入れ終わったらログインをタップしてください。次に Google プラスに参加する画面が表示されますが、ここでは今は設定しないを選びます。次のバックアップと復元画面では、 Google アカウントでこの端末を常にバックアップするのチェックボックスにチェックが入っていることを確認し、次へをタップします。ここで先ほどの3番目の Google アカウント画面に戻りますので、このまま次へをタップします。4番目は位置情報です。 GPS 機能を利用したり Google の位置情報を使う場合はチェックします。ここでは2
2つともチェックしますので、それぞれ表示される確認画面で同意するを選び、次へをタップします。今度は Wi-Fi 設定となります。設定するには Wi-Fi 設定へをタップします。ここでは設定しませんので、戻るをタップして、このまま次へをタップします。次にソフトバンク Wi-Fi スポット画面が表示されます。設定するにはソフトバンク Wi-Fi スポット設定へをタップします。サービス対象者のみ利用可能となります。ここではキャンセルをタップし、このまま次へをタップします。最後は使い方ガイドの常時表示設定画面です。常時表示設定にチェックが入っていますので、このまま完了をタップします。すると起動時に設定画面を表示しますかという確認画面が表示されます。ここではいいえを選びます。続いてマイソフトバンクに関する設定の確認画面が表示されます。ここではいいえをタップします。これで3ラインホーム画面が表示されます。またこの初期設定はいつでも設定し直すことができます。設定するには最上段から下へクリックしてステータスパネルを表示します。一番左の設定を選び、表示された設定メニューの一番下にあるその他の設定を選び、初期設定をタップしてください。初期設定画面が表示されます。